新作アニメブラドラブの押井守総監督、西村淳司監督です。拍手でお迎えください。押井総監督、西村監督、本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。では一言ご挨拶頂戴してもよろしいでしょうか。総監督の押井です。今日は大変クソ暑い中ありがとうございます。短い時間ですけれども、いろいろ喋ってみたいと思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。西村監督、はい。押井守総監督の下で監督ということで、やらせていただきます、西村淳司です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では早速お話伺ってまいりたいと思うんですが、まずはじめに押井総監督、今回の新作アニメーションブラドラブを制作することになったきっかけや、また今現在制作中ということで制作に向けての意気込みを教えていただけますでしょうか。ずいぶん前になると思うんですけど、ガルムオーズっていう、SF 映画を撮るためにカナダに行く前、カナダに行く1年ぐらい前だったと思うんですけど、その頃に企画した仕事です。かれこれ6年ぐらいかなぐらい前にパパッと作った企画だったんですけど、いろいろありまして、ようやくアニメ化にこぎつけたっていうふうな次第です。なぜこんなにかかったかっていうと、いろんなことがあったんですけども、基本的にはですね、私がシリーズやるっていうのは実はうるせえ奴ら以来ですから、約30何年ぶりぐらいですかね。シリーズをもうやらないことに決めてたんですよ。ちょっと気が変わりまして、ここ2、3年で気が変わって、映画よりもシリーズの方が仕事として面白いなっていうことにはたと気がつきまして、でやりたいやりたいっていうふうなことを言ってたところ、コミックアニメーションさんおよび一号さんの方でですね、やりましょうっていうね、やらせていただけることになったっていうね、だから急転直下っていうか、割とすぐこの間みたいな感じですね。手この間決まったみたいな感じで、それからバタバタバタっと動き始めて、まずは西村君をまず口説き落としてですねそういうことから始めました。今はとりあえずはデザイン関係が大体絵になりつつあるかなっていうところと、あとでちょっと出てくるみたいですけど、あと脚本は全部上がっております。脚本は基本的には私がほとんど書きましたが、全部上がっております。アニメのシリーズとしてはちょっと異様な展開と言ってもいいと思うんですけども、これもそれもですね、いちごさんが大変好意的であったっていうこととですね、基本的には何やってもいいよっていうふうなお墨付きをいただけたので、とにかく話がトントン拍子の間に全部やっちゃおうっていうね、そういうことであっという間に書きました。今の段階としてはそんなところで、これから多分現場的にいろいろ実作業が始まるかなっていう直前まで来ております。なるほど。西村監督も口説き落とされたということでしたが、どのような意気込みで臨まれているんですか。押井さんとは、皆さんご存知だと思うんですけど、さっきのうるせえやつらの劇場版のビューティフルドリーマーっていうのがありまして、その時に押井さんが監督で、演出をやったんですよ。で、押井さんと組むのはその時以来なので、あの時すごい面白かった楽しかったので今回もと思って、参加することにしたんですが、シナリオが全部上がってるんですけど、皆さんのなんて言うんだろう、ご想像の通りひたすら危ないシナリオが12本上がってまして、でもうシナリオ終わってるので、押井さんは根底はまだかって言い始めてまして、私がこれから、涙流しながら根底を書くというところですかね、今のところ。
さてこのブラドラブという作品ですが、吸血鬼の少女と彼女をかくまうことになった女子高生を中心に展開されるドタバタコメディとお聞きしております。押井総監督、このどんなキャラクターが登場するのかお聞かせいただけますか。基本的に女子高生、はい、これ、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、吸血鬼の女の子ですね。これはまあ正体不明なんですけど、本当に吸血鬼かどうかっていうふうな話もあったりするんですけども、まあ、そういう女の子ですね。主人公、まあ、主人公っていうか、まあ、言ってみればうるせえやつのラムちゃんみたいなもんですね、うんうん、まあ、そういう、まあ、なんて言うんでしょうね、異界の人っていうか、別枠の人ですね。名前はなんて言うんですか。マイって言うんですけどね、当たり前すぎる名前ですけどマイって言うんですけど覚えやすいです、まあ、あとこういう女の子たちが、まあ、パラパラっと5人ほど出てくるんですけど、まあ基本的にですね、こういう女子高生の女の子しか出てきません。まあ男の子も出るんですが、残念ながらそのイケメンみたいのは一人も出てこない。まあごつい親父ばっかりで、基本的には女の子たちの物語です。だからその何て言うんだろう、キャラクター的には割とまあ今風っていうよりはちょっと違うのかなっていう。あんまこうグラビア向きじゃないかもしれないけど、いろいろ動かしやすいとか表情を作りやすいとかいうことをベースにデザインしてもらったので、で、まあ、まあなんて言うんだろうな、いわゆるかっこいい子っていうかな、美しい男の子は全然出てこないというところが一つちょっとネックになったりしたんですが、私的にはこれは先生ですね、先生に見えないと思うんですけども、保健の先生です。保健の先生、保健の先生です。あの方は 100% 私の好みですあと若い女の子の方は全然わからないので、いろいろ周り の,、ね、うるさい方々の意見聞きながらですね、いろいろまとめたんですけども、保健の先生に関しては私はなんて言うんだろう、絶対の自信を持ってるんです、まあ、それはともかくその女の子もう扱うっていうのはね、あんまやったことないんですよ。まだアニメーションでおじさんとおばさんばっかりやってきたので、今回久しぶりに若い女の子がメインですね。若い女の子っていうか5人ぐらいメインがいて、その他にその取り巻きがまたわっといてっていうね、女の子だらけなんですけども、狙いとしてはですね、要するに女の子たちの物語を真面目にやりたいっていうね、ドタバタって言われるんですけど、結構芯のあるドタバタっていうか、女の子たちの物語っていう、男の子と女の子の、まあ、ボーイミーツガールじゃなくてですね、ガールミーツガールっていう、ね、で女の子たちの物語をちょっと真面目にやってみようかなっていうね。だ真面目にやると言っても、真正面からやるとちょっと私には無理なので、割とこう、まあ、言ってみればドタバタっていうかね、バイオレンスをベースにしてですね、まあ、ベースってことはね、まあ、バイオレンスもありですけど、そういう風な作りにしてみようかなって。で私の希望としてはですね、まあ、男の子たちは、まあ、食いついてきてほしいとは思いつつも、基本的に女の子に見てほしいなっていうふうに実は密かに思ってたりしております。でなおかつできたらですね、やってる話もそうなんですけども、なんせメンツが大変にそのオールドボーイが揃ってますので、うるせえの頃のメンバーなんですよ、ほぼ。だから50から上のおっさんたちっていうか、お父さんたちっていうか親父たちっていうかに、もしかしたら面白がってもらえるかなっていうふうなことも密かに考えてます。だからメインは女の子、ね、もしかしたら親父たちで、で食いついてくるかどうか分かんない男の子たちっていうね、そういう感じで順番で考えてます。西村監督はまさに今制作中ということで、この作品どんな作品になりそうですか。ですね、危ないやつ危ないやつとにかく何を心配してるって、オンエアできるかどうかをちょっと心配してるんですけどまあそれはね、それこそ上の方の人たちがきっとうまくやってくれると思うんですけど、とにかく立場的にはもう完全に押井さんの意向をどんな風に体現するかっていうのに、やっぱり全てだと思っているので、本当にそのつもりで、頑張りたいとは思ってます。
ではお時間も迫ってまいりましたので最後になりますが、押井総監督、西村監督、新作を心待ちにしているほど世界中にファンがいらっしゃると思います。そのファンの皆さんに向けて一言最後にいただけますでしょうか。では押井総監督からお願いいたします。まあ、なんせ三十数年ぶりのシリーズなので、まあ、とりあえず最後までたどり着けるかっていうゴールすることをまず目標にですね。でなおかつ基本的に何て言ったらいいんでしょうね、もうおっさんたちが寄ってた方作るもんですから、意外に女の子の話をおっさんたちが作るっていうのは意外にいけるのかなっていうね、もうとっくに諦めた人間がやるわけですから、ね、それはそれでなかなか面白いのかなっていうふうに私は考えております。とりあえずこれから頑張って、まあ、来年になると思いますけども、お目にかけられるように頑張って作りたいと思います。というかまあ一番ね、私は基本的に、脚本までなおかつあと音響の仕上げだけとかね、美味しいとこしかやってませんので、一番大変なところは全部西村君にやってもらうと、だから彼に聞いてもらうしかないかなっていうふうに思っております。分かりました。では西村監督、最後に一言お願いいたします。はい、ということで一番大変なところを引き受けている西村ですが、とにかくさっき言いましたけど、結構 無茶をもう押井さんもそうですけど、私もそこそこいい年なので、はっきり言ってね、失うものはもうほとんど残っていないのでちゃんとやるっていう、変に何て言うんだろう、後ろ向いたりちょっと引いたりしないで、勝負かけるみたいな、気合ではやりたいと思ってるんですけど、結構面白いものができるんじゃないかっていうふうには思ってます。ありました。期待の高まるお話ありがとうございました。それではお時間となりましたので、押井総監督、西村総監督のお二人によるトークセッションは以上となります。お二方ありがとうございました。ありがとうございます。